団の部屋だな。でもポポイが、このままじゃまずいな。祭壇の部屋だな。おうおう、おめえ誰に断って勝手に入ってきやがったんだ。ここはノーム様の名前だ。とっとと出て行きやがれ。うるせえやい、そっちこそ出て行きな。にゃによ、てめえ生意気だ。いじめちゃる。おはよう。
勝ちだな。夢で記憶を取り戻したよ。オイランチは上の大地の森の中にあるのだった。そういうわけでオイランチまで連れてってくれ。それまでは一緒に行動してやるから感謝するように。勝手にしろ。気を感じる。様子を見てきておくれ。ルカ様だ。パンドーラの古代遺跡に急ごう。しないとみんなびっくりする。
メラ、しっかりして。うるさいわね、邪魔しないで。カメラ、カメラ、ちょっとあなたたちどきなさいよ。急がないとカメラが、ミラッともここにいるはずよ。なんだここは。いかにも、お前らのことは知っているぞ。あのエリニースが負けるとはただものではなさそうだ。カメラやディラックを返しなさい。王国の人たちを元に戻して。ずいぶん威勢のいいお嬢ちゃんだ。パメラというのはこの娘かね。悪いよ、すでに性器を抜かせてもらった。その娘はもう私の忠実なしもべさ。なんてことを。吸い取った人々の性器はこの祭壇の下に封じてある。おとなしく帝国に降伏してしまえばいいもの。共和国と共に立てつきを。まあ、それも時間の問題だ。やがて来るマナの要塞の復活によって世界は統一される。聖騎を抜かれ、気力を失えば
誰も我々に歯向かうことはできない。こいつのようにな。デラック、あのエリニーズが手を焼いただけあって、私でさえなかなか苦労した。この男、ひょっとするとこいつに興味が湧いてきた。お前らもなかなか面白そうだ。早速世紀を抜いてやるとしようか。その部屋で世紀を吸い取ってやる。ジタバタせずにおとなしくしている。政権の勇者とは政権の神話もたかが知れたな。まあ今回は私の負けということにしてやる。だがこいつらはもらっていくぞ。待ちなさい、開けてやめろまた会おう。の四天王の人、奴らが直に来るとは。しかしなぜこんな手の込んだことをするのだろうか。いつもの帝国のやり方と違うようだ。帝国の狙いはマナ神殿の種子の封印を解くことにあるはず。タナトスの狙いは一体に。だが奴がいたということは、軍隊がこの地方へ到着するのも時間の問題だ。何か胸騒ぎがする。ルカ様の元へ戻りなさい。私は地底神殿を見てこよう。
者かに水の種子が盗まれてしもうた。手の力見て帝国の仕業ではないようじゃが、ウンディーネの結界が弱まった時に誰かが忍び込んでおったのじゃが、種子が悪人の手に渡っては大変なことになる。急いで取り返してきておくれ。ちょっと待て、見えたぞ。ガイアのへそのさらに奥深いところに種子はある。
く10